坂田地区広域行政組合は、山形県の坂田市、庄内町、湯沢町の1市2町で構成する一部事務組合。2008年4月1日付で統合新設された組織であり、消防部門とゴミ処理などを担当する清掃部門を合わせ持っている。前身はそれぞれ、坂田地区消防組合、坂田地区クリーン組合である。消防初級庁舎概要 編集2008年4月1日付で、坂田地区消防組合と坂田地区クリーン組合は統合され、坂田地区広域行政組合が設立された。この統合により、重複する総務部門を一つにして、行政組織の簡素化を図り、効率的、効果的な運営が期待される一方、市議会では、仕事の内容が違うクリーン組合を、 消防組合に編入統合することには無理がある。職員の削減が負担増につながるのではと危惧する。公の仕事に何でも効率というのは馴染まないという意見も出された。統合の内容、編集統合後の行政サービス、編集編入統合後もこれまで、通理、消防署の消防、救急体制や家庭ゴミ、廃棄物処理等の受付について変更はない。 概要、編集それまで消防本部と消防署が所在していた、坂田市戦国町一丁目の庁舎は1974年に完成したものであり、老朽化が進行していた。それに加え、119番通報を受ける通信指令台が古い、型のものであり、更新が望まれていた。そこで2009年4月より、坂田地区の消防本部機能を、 坂田市平田総合支所内に移転したものである。なお、実際に通報に応じる出動隊は現庁舎に残るため、消防活動に変更はない。しかし2014年5月29日、坂田市側は、消防所庁舎の耐震性が低いことと、津波浸水想定区域にあることを理由に庁舎を移転し、本部機能も新庁舎に再移設する方針を、 坂田市議会で報告した。事業費、編集移転に関する事業費であるが、新庁舎を移転改築した場合30から35億円ほどの経費が必要になるという。今回の移転計画では、平田総合支所内の改修、最新式の高機能消防指令センター設備の導入及び、平田文書の社交、平田総合支所庁舎に増築する内容で、事業費は、 約6億円となっている。新築で対応した場合と比べ大幅な事業費の圧縮が図られている。まとめ、編集移転先移転した、機能移転に伴う出動体制その他事項以下、右にある、表示をクリックすると一覧表示される。組織図赤色会点灯とヘッドライトを点灯し、国道7号線を緊急走行する、坂田地区消防組合の救急車2008年2月3日。 撮影、平成25年4月1日現在、坂田氏が消防署移転を決定文書の再配置も、検討2014年6月1日閲覧内1台は、大型科学消防車、ありがとうございます。